ようこそ !N シェフ TVA! 世界で一番脱炭素にやつ男い男ユーダディです今日はこのニュースで参りたいというふうに思いますガソスタも脱炭素ガソリンといったら炭素ど真ん中の印象ですが、それを扱うガソリンスタンドが再エネに転換というニュースがやってきました来ましたね炭素ど真ん中が脱炭素にということで象徴的かなと思いますが、それをやってくれたのがコスモ石油。 ということで今日はですね、このニュースを扱っていきたいというふうに思います。ということで今日は1、コスモ石油が再エネと思われた方に実はそうなんですというところをご紹介し、2、コスモ石油がガソリンスタンドを再エネにという今回のニュース、ここを取り上げた上で、3、なぜコスモ石油がこのような脱炭素の取り組みをしないといけないのかというところ、ここについてですね、我々の分析をお伝えできたらというふうに思います。それでは参りましょう。まず1、コスモ石油が再エネ。ここについてご説明していきたいというふうに思います。 コスモ石油と言ったらガソリンじゃないのと思われた方多いと思います。そう。ビジネスの中核はもちろんですね、ガソリン関連の事業なのですが、実はですね、再エネ業界でもそれなりに知られてた存在でもあるんです。ご存じない方も結構いらっしゃったかもしれません。で、いつからというところなのですが、実はですね、コスモ石油グループかなり早くから事業のポートフォリオの中に再エネ事業を入れ込んでいました。ここからですね、紹介をしていきますが、 脱炭素の波がですね、来るというのが予見されるようにもずっとずっと前からですね、地道にその取り組みをしてきています。先日ですね、テスラのロードマップの動画を扱いましたが、その時にですね、テスラの先見性がすごい。 とまあ、いうご紹介をしたかと思いますがコスモ石油のですね、この再エネの取り組みこちらですね、もはや先見性とかを欲していてですねよくこんなに早く再エネに取り組んでいたなというレベルです、えー、ということで見ていきましょうはい、代表的なのですね、えー、風力発電事業になりますこのですね、風力の取り組みがですね、かなり早いんですよなんと、1997年に日本初の風力発電専門企業のコスモエコパワーを設立 1997年めちゃくちゃ早くないですかで、コツコツそこから積み上げてきたので、その自社曰くですね、陸上風力発電の国内シェアは第3位とのこと。かなり上位ですよね。と言ってもですね、皆さんイメージしづらいでしょうから、このですね、日本地図、ずんっと見てください。こちら。 日本全国にで,ですね、風力発電所をこのようにずらりと持っています。その数は国内で150機以上、設備容量200メガワットを超える、まあ、風車の運営ということになっています、まあ。再エネ事業者のですね、レノバ、こちらがですね、現在運転している施設の容量が330メガワットですから、まあ、それと比較してもですね、風力だけでそれなりのボリュームを所有していることはこのコスモ石油グループわかります。 で、ま、あ今ですね、政府が力を入れているのは、ま、あこれから入れていくのは洋上風力という風になってますけども、こちらの洋上風力についてもですね、いわく、ま、あ法整備がなされる中、積極的にですね、洋上風力発電事業を進めていきますということですので、ま、あここにもですね、職種を伸ばしています。ま、あこの他ですね、ま、あ太陽光についてもやっていて、2014年6月より全国8カ所の発電所、計ですね、約24メガワットの設備容量を持っています。と、ま、あ、 こうなるとですね、再エネの電気を売ってないのかというところ、まあ思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、実はですね、もちろんですね、再エネの電気の小売もですね、コスモ石油グループやっています。いわゆるですね、新電力のポジションで、コスモ電気というですね、ブランドを展開しています。まあこちらのですね、ホームページに行っていただくとですね、もう石油食はなし。 もうホームページパンと見るとですね、いきなりですね、グリーンオンというですね、メッセージが飛び込んできます。まあグリーンというのはですね、脱炭素っていうところですから、もうこちらの売り出しはもうもうかですね、脱炭素ですね。コスモ石油はですね、ここはよくわかっているわけですね。で、まあこのうちのですね、家庭用のメニューがこちらになります。コスモ電気グリーン。 で、このですね、価格がどれぐらいコスト競争力があるのかというところは先日ですね、あの動画で比較をさせていただきましたので、ぜひですね、そちらをご覧いただければというふうに思いますけれども、もしですね、今まだ東電とか東北電力とかご契約だったら、実はそちらよりはですね、あの多少ですね、割安な形になってきています。はい。いずれしても動画はそちらですね、ご覧いただければと思います。で、まあ、このような形でですね、コスモセキは実はですね、かなりですね、脱炭素に力を入れて取り組んできているんですね。という中で飛び込んできて、 タターーーノがが本日のニニュュスススでです。ととといいうううここ石油ガソリンスタンドを再エネにというニュースこちらご紹介ししていきましょう今回のこのニュース、ガソリンスタンドで再エネを販売というですね、ところ、まあ、ちょっとですね、その文脈も後でご説明するんですが、という、あの、大体的な発表というより、今回の大体的な発表というのは、コスモ石油がですね、ガソリンスタンドで使う電力、こちらをですね、再生可能エネルギーのものに切り替えていくという内容です。うん、で、対象はですね、すべてのガソリンスタンド、こちらで使う電力を順次ですね、実質再生可能エネルギー100% 10%のものに切り替えていくということで、こちらについては大手石油元売りが直営給油上100%再エネ化するのはですね、業界初になっています。業界初、やっぱさすがですね、コスモ石油これちょっと早いですよね。で、そのですね、電力元は先ほどですね、ご紹介したコスモ電気の事業者向けプラン、コスモ電気ビジネスグリーン。 こちらのですね、スキームを活用するということだそうです。で、電気のですね、系統由来の電気をですね、まあ再生可能エネルギーにするには、まあ再生可能エネルギーの発電所のですね、電気を直接送る、まあ、タクという制度の活用のほかですね、まあ市場から電力を調達してきて、そこにですね、再生可能エネルギー発電所由来だったりですね、まあ、あの、非化石証書っていうのがあるんですが、まあ、いずれにしてもですね、そういう非化石証書というものを、まあ、ドッキングして、まあ実質再生可能エネルギー100%とするという手法、まあ大きく分ければですね、この2つがある感じになっています。 まあ、あの、非化石少々だけじゃなくてですね、実はあの他にもグリーン電力少々とか色々少々あるんで、まあ、そういったですね、環境価値というのをま組み合わせると、まあ、実質再生可能エネルギー100%になると。なので、今回の実質再生可能エネルギー100%というのは、電力を調達してきたものにその環境価値というのをくっつけましたということになるんですが、今回はですね、こちらの形態になります。で、 その、非化石少々というですね、再エネ由来ですよという証明書、これがですね、どうから来るかというと、コスモ石油グループが持っている、先ほどご紹介しました風力発電所、ここになります。自社グループの中でうまくですね、ここを循環させて、顔の見える形でですね、再生可能エネルギー100%、これを実現してきましたね。やるなという印象です。 で、どれぐらいの効果があるかというとですね、コスモ石油は全国でですね、計605のですね、ガソスター、車検工場等を運営していて、電力使用量はですね、年間約4000万 kWh。またですね、ガソスターでの電力使用に伴う CO2 排出量は、2019年度時点で16000トン CO2 となって、 っていてですねこれをま全てオフセットつまりですねゼロにできるという形になります先ほどですねご紹介したようにまあ非化石少々ドッキングしないといけないのでその分ですね費用はかかりますがカーボンオフセットと脱炭素食の打ち出しこちらは実現できたというわけですえー、これからですねカーボンプライシングというですね CO2 排出にお金がかかる時代になっていく中で,ですねこうやって早め早めに対応するまあ、こういうのはですねやっぱり企業としてですね先見性があってですね鋭いなとまあ、個人的には思いますで この3円電気ガソリンスタンドで充電できないの 自分 EV 使ってるんだけど、ないしこれから EV 買って、いや、あの、やっていきたいんだけど、というような方いらっしゃるかと思います。はい。すでにですね、その取り組みもスタートはしています。えー、今年のですね、4月7日のプレスリリースで,ですね、その取り組みをコスモ石油発表。まずですね、セルフピュア、新宿中央というですね、まあ、東京の新宿にあるガソリンスタンドなんですが、こちらにおいてですね、まあ、e、EV 充電を開始、もちろんですね、電気は再燃100%になってくるわけです。で、今回の発表でですね、 コスモセキは今後はですね、この、要はその、 ガソリンスタンドにおける、その EV 充電ですね。こちらをですね、全国規模へ拡大していくというふうに言っています。つまりですね、コスモ時期の EV 充電スタンドで充電すると、まあ、その電気をですね、まあ、順次切り替えていってって形にはなりますが、ガソリンスタンドが、あの、CO2 フリーのですね、電気になっていくわけですよ。まあ、EV 時代になっていきますから、こういう取り組みが進むとですね、日本でもかなり CO2 フリーのですね、感じが広まっていく気がしますよね。まあ、結構ですね、EV については、充電するですね、電気が化石燃料由来だったら意味ないじゃないかという批判がありますが、やっぱり こうやってですね、脱炭素って進んでいくんじゃないかなというふうに思いますと。さて、しかしですね、そうは言ってもなんでここまでコスモ石油は取り組めしないといけないのかというところで、3、そこについての我々の分析、こちらをお伝えしたいというふうに思います。時代がですね、脱炭素になってきたというところ、ここはですね、我々は脱炭素メディアですから、ずっとですね、行ってきましたが、ここ最近はですね、日本でも至る所で脱炭素という3文字を見るようになってきました。雑誌とかでもですね、脱炭素特集とか取り、やられてますよね。それ系のニュースも日々続いています。脱 酸素というのがですね、一つのトレンドとなってきたのを実感しますが、こその席はですね、事業体を見ると、先ほどですね、再エネ事業をご紹介したとはいえ、実態はですね、見てください。この通りですね、化石燃料関連の事業がずらり。 それはそうですよね。で、海外ではですね、まあオイルメジャー、アメリカのオイルメジャーのエクソモービル社が一つですね、代表的にですね、まあこの脱炭素時代においてどうなるのかというところでよくですね、取り付かれることがニュースで多いんですが、こちらについてはですね、脱炭素の煽りもあって、S&P500 というですね、まあ銘柄から外されて、昨年ですね、株価が劇的に下がったというところのニュースがありました。ただですね、実はですね、最近ですね、ガソリン価格の高騰や、それからですね、経済が戻ってきたとのことでのそのガソリンの需要増というところもあって、 実は株価がですね あの、エクソモビル戻ってきてるという、まあ、これもですね、一つですね、ちょっとニュースになってきています。隠れたニュースになってるんですね。なので、まあ、一概にはですね、この瞬間、石油会社だからといって、それだけでマイナスになるというところの指摘はですね、当たらないという見方もあるかと思います。まあ、コスモ石油に関してもですね、実はですね、まあ、一回あの、2020の時に下がった、まあ、ずっとダウン基調ではあったんですが、それが今戻ってきてるという格好になってますんで、同じような構図でですね、あの、必ずしもこの瞬間はですね、別にマイナスになってるわけではないんですよ。ただ、それはですね、あくまでもこの瞬間、 民間の立ち位置の話、長期的に見れば、脱炭素そしてですね、脱ガソリンになっていくことはもうですね、政府の発表等々でも見えてきてるわけですよ。民間の投資の方も動いてるわけです。で、クソモービルもですね、積極的に転換を図っています。 そう。事業体としてですね、今後ですね、長期にやっていこうとすると、このタイミングでしっかり転換を図らないと、会社としての存亡の危機となるわけです。で、加えてですね、やはり投資の動向というのがあります。えー、アメリカのですね、ブラックロックというですね、超大手の投資会社がですね、2020年に、世界のですね、425、そのですね、まあ、資産運用総額約25兆ドルの機関投資家、こちらにですね、アンケートを取った結果がですね、こちらになっています。これ見てください。 脱炭素もですね、まあ、重要項目として掲げられるサステナブル投資、それに関する話なんですが、このサステナブル投資に、まあ、どれくらいですね、あの、みんなその戦略の中に入れてますかというところのアンケートの結果なんですけれども、もうですね、大多数がですね、このサステナブル投資というのを中核に据えている、こちらがですね、わかるかなというふうに思います。で、ESG 投資とかよく言われますよね。で、ESG の ESG、それぞれですね、どれが重要ですかというアンケートの結果がこちらなんですが、まあ、見ていただければわかる通りですね、脱炭素がですね、主軸の E がで、すす。ね、圧倒的なのが分かりますで、それをですね、ブラックロックも今回のアンケートを見て思ったのでしょう、結果をですね、タイトルですね、このですね、ESG とかを扱っているところのタイトル、このようにですね、クライメイトズキング、つまりですね、気候が、まあ、もう気候変動の気候ですよ。これがですね、まあ、投資の王様であるという表現をしてきています。すごいですね、キングって言ってきてますよ。ただですね、ここからのところでそれを分かっていただけるかなというふうに思います。SDGs の項目で何が重視されるのかというアンケートの結果はですね、 この図になります。で、もう上位の2つがですね、51%の,のところで気候変動、それから50%がクリーンエネルギー、こうなってるわけですよ。この2つが上位なわけです。もう、17個ある SDGs の中のもう上位2つ、もう気候変動とクリーンエネルギーの投資といったらこの2つなんや、というところなわけですよ。で、もうですね、投資をコみ込むには、脱炭素。 これをですね、やらないとダメだということになります。約ですね、2500兆円を超える資産運用をしている主体がですね、こう答えてるわけですよ。2500兆円ですよ。もう国家の予算とかも超えた規模をもですね、運用してる人たちが、もうこういう風に言ってるわけですよ。これがですね、世界のリアルになります。これですね、多分ですね、このチャンネルでもですね、今後ですね、何回かしつこく言っていこうかなと思います。このブラックロックの結果ですね。で、 どれぐらいの割合でですね、じゃあ、その、投資増やしていくんだというところですよ、サステナブル投資が、このグラフです。で、今がですね、約ですね、2割ぐらいの投資がサステナブル投資という形になってきています。これ、体育別な感じなんですけれども、地域別ですね。はい。で、こちらがですね、まあ、どの地域でもですね、今後増えていきますというところになります。ヨーロッパなんてもう県庁ですよね。半分ぐらいまでいっちゃいますから。2025年にはですよ。2025年なんてもうすぐですからね。で、増えていくというのはどういうことかというとですよ、サステナブルではないところから引き剥がしが起きて、 サステイナブルなところに金が流れていくということになりますというところなわけですよ。つまりですね、サステイナブルじゃないところにいる人たちは、投資引き剥がされていっちゃう可能性が結構あるっていうことです。で、その中でですね、ガソリンは炭素ど真ん中ですから、 一番ですね、それだけをなりわいにしてると、まあ一番転換をしていかないといけない。まあそういうですね、もう要は際に立ってるそういうことになります。なので、コスモ石油をですね、このように転換を図っているわけですよ。で、彼らが幸運だったのは、他のですね、同業者よりも、最優に取り組んできた長い実績があるわけですよ。1997年から風力やってるわけですからね。で、手元で再生可能エネルギーの源玉を持ってるわけですよ。これを持っていたこと、ここがですね、もうほんと幸運だった。ここに尽きるんじゃないかなというふうに思います。だて、それら、 のです、ね、トラッキング付きの非化石価値少々ですね、組み合わせて再生可能エネルギー、その電気をですね、ガソリンスタンドに賄うわけですから、だからこその、今回のガソスタンドのです、ね、発表、こちらもできたわけです。つくづくですね、先見性は大事だなと実感した今日のニュースでした。ということで,ですね。 今日はこの一言でまとめたいというふうに思います。コスモ石油の画素差さは3100%に,100にいやーやりますねコスモ石油まあ、そのうち社名もですね、まあ、点が測ってくる中でもしかしたらですね、コスモグループとかに変えちゃうのかもしれませんが、そこら辺はちょっとわかんないですけどね。はい。いずれにしてもですね、今日のですね、分析を聞いてですね、面白いなと思った方、高評価、あの、ぜひいただければというふうに思いますし、それからチャンネル登録もですね、ぜひですね、いただければというふうに思います。えー、それからですね、まあ今日はですね、そこまで銘柄分析入りませんでしたが、これからですね、銘柄分析もちょ,ちょいちょいちょいですね、やっぱ 炭素の銘柄、まあ、ひたすら見てますから、そうしたところもありますので、通知もですね、オンにしておいていただけると、タイムに情報をお届けできるかなというふうにも思います。はい。まあですね、ガソリンスタンドがですね、再生可能エネルギーにこう切り替わっていく、そこに EV の充電スタンドがどんどん増えていく、EV 増えていくというような形でですね、脱炭素どん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 ですね、思ったよりも早く、日本でも進展していくのかななんて、ちょっと思うようなニュースでした。それでは最後の話を2、また次回。